ポンちゃん、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。今はね、8時ですが、もう日が高い。なんか暑くなるそうですよ。今日だか明日だか30度って言ってたから、気をつけてね。エアコン入れていいからね。お父ちゃんも気をつけてね。ほんまやね。今日はパパさんは営業懇親会に夕方というかね、遠いからね、3時半には家を出ます。そして現地は6時ですよ。そんなに時間かかるんかいって感じだけどね。行ってきます。頑張ります。いらっしゃい。頑張って、人付き合いをして仕事を発生させます。仕事できるといいね。もうしないとね。もうね、やばやばですよ。ジャン君、生きていくのは大変です。おはよう。おはよう。ポンちゃん、お水飲んでます。今日はパパはたくさんの人に会って、でもさ、コロナがちょっと怖いよねなんて思いながら、結局はねマスクしてると喋りにくいから、ほとんどみんなマスク取ってた。そうか、うん、まあもうしょうがないね。しょうがない。帰ったら手洗いうがいして予防するしかないね。もう疲れましたわ。人がたくさんいると疲れるもんだね。そりゃそうだ。ジャン君ここです。ジャン君はお父ちゃんがいないからか知らんけど、ピー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 、ちょっと目がちょっとあの見えなくなるとピーピー鳴いてありました。ジャン君ね、ジャン君文句ばっかり言ってる。ジャン君文句じゃなくて、寂しいよ、いないよって言ってるよね。で、はいはいはいって帰ってきた後はめっちゃ甘えん坊さんになって、散々甘えたらあとは寝るんだよね。さあ、もう寝よう。ええ。